さあ、こちらのね、ワールドボックスは海外産のゲームなんで、まあ、国が新しくできたりするときに、まあ、英語名でね、なんか出る、ホーリーなんとかとかね、なんとかエンパイアみたいに出るんですけど、その表記をね、日本語にしてくれるという、まあ、書き換えたようなモッドが、まあ、日本のね、方が作成したみたいで、ちょっとね、まあ、自由に国ができたり、まあ、反乱したりっていうのを日本で見ていこうじゃないかと思います。まあ、人間でいいかな。お、できましたね。歴史もこのようになってますね。あ、三宅村、星露国、なんて読んだろう、これ。ここを合わせてどういうかわかんないですけど。一つできましたね。村の名前も出るので、文化とかどうでしょうね。お、ガデュダブ。まあまあ、日本の文化全部漢字したら大変なことになりますからね。ああ、なるほど、なるほど。三宅村。で、まあ、国の名前で文化の名前ね。ああ、で、こうなるとちょっと文化がちゃんとこうやってあるんなら、ちょっと複数作ってみようか。さあ、ちょっとね、ざっくり4箇所作ったと思うんですけど、これで5箇所ね。リテラビ、ヤステラビ、カドダブ。なんとかこの前半と後半で分けてるんでしょうね。それがまあランダムに出てくると。で、あとは、まあ、村の名前ですよね。佐世保村、富山村、桜村、筑村。まあ実際の地名を使ったようなところが多い、あるのかな。これはわかんないですけどね。だいたいまああるだろうなというような。で、国名です。丹波の公国。まあこれ地方名ですね。多分この辺だと思うんですけど、まあ、この辺、京都の左上というか この辺だよね、ざっくりね。で、時津風邸、読み方はね、なんて読めばいいかわかんないですけど、まあ、なんとか帝国とかができると。海風連邦ね。あ、でもここはいいね、海があるから似合いますね。さつき帝国と。王国はないのかな。で、その辺も気になりますけどね。これで、まあ、ちょっとね、勝手に作っていくと思うんで、それが反乱したりしていくわけですよね。それで、まあ、どうなってしまうんだいというところ、ちょっとね、進めて見ていこうかなと思います。まあ、いわゆる反乱を起きると、例えばね、私のようにこう、まあ、日本マップでやったら織田家とかやりますけど、反乱が起きると、まあ、その下のね、集落は変わんないんで、集落ベースでやれば、その名前変わんないんですけど、国ベースでやると、まあ、国が一回消えて、まあ、もう一回できるわけなんで、反乱するときにね。そうすると、まあ、英語の名前になっちゃうわけですよ。それがちょっと雰囲気を維持できるんじゃないかな、というところで。これね、こう文化です、こっちね。この、まあ、国全体の規模で見ていきたいんで、そういうときに、こう、イメージを維持できると。これはね、結構いい。結構、いや、これあんまリネーム見たことないんでね、かなりいいモッドかな、と思います。まあ、いろんなバリエーションあると思うんで、ちょっとね、広げて見てみよう。どんなね、国が生まれてくるかと。まあ、広告、帝国。あと、これ、ここで切ってんのかな？どういう状態なんだろう。なんとか国なのか、なんとか、何国なのかだよね。そういう違いがあると思いますけど、それを見ていきましょう。
さあもう2000年経ちましたけども、こんな感じでね、いろんな国が出てきます。公国、連邦、帝国、あと国ね、まあ、この単語国みたいな、こういった名前が誕生して、まあ、しかもね、オークとかはこんな感じでまた違った世界観の名前になるというところで、あとまあ一応人名を見とこうかな、最後にね。こんな感じで全員そうだよね。まあ名字と名前があって、まあ、それランダムにこう出るわけですよね。っていう風になってて、まあ一番大きい国は、まあでかいって言ったらこれ、あ、これだ、これ。連邦ね。これはこんだけあって、村としてはハンダ村が首都みたいな感じで、ね、これ、十日村かな？まあ今治村、甲州村、泉村とか。京丹波村とかあって、もう氾濫しそうですけどね。で、領主、結構いなかったですけどね。中村さんだったり、ここは高橋さんとか、こういう風に出てるわけです。だかなりね、まあ日本化されると。例えばこういう多くはどうなるんだろう。エデューね、エデュー。アロエズとか。ああ、なるほど。まあ、外国人風の名前になるんだね。まあ、てな感じになるというモッドです。まあ、これならね、ただ見ているだけでも、まあ、日本語でね、国の名前とか、まあ、こういうね、オナカオズ帝国みたいな。まあ、こう、後半の感じで、ここがまあ、カタカナで、外国のね、歴史に出てくるような名前になったりするような感じかな。まあ、いろいろ見てはないんでね。もうどういう帝国があるかわかんないですけど。ちょ、バート出してみますか。オタロデュー。アハデュー。アデーハウニル。ちょっとなんか中東っぽいかな。オナナオズ。なんか似たような。オナカオズ。あ、ちょっと違うね。まあ、こんな感じで出てくるわけですね。まあこれ入れると、まあ最後にちょっと見ますけど、こんな感じで、まあ今だと英語名なんとかが建国されましたとかになるんですけど、これもそうだよね。中村さんが美濃なんだっけな、これも地名だよね。まあどっかの広告の王になりましたよみたいな。吉岡五樹さんが吉岡暁さんに殺せなんかめちゃくちゃ面白い内山みたいなのありますけど、こういうような歴史のね、こうログを見るのもちょっと楽しくなるような、そういったモッドですね。